ワンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。ガンプラ先生の川口です。今回もですね、ガンダムフロント東京の、ガンプラ東京、こちらの方で、授業の方を行いたいと思います。今回はですね、汚し塗装とか、それからあとダメージ表現といったものを、実際に今ここにある HG のガンダムを使って表現していきたいと思います。墨入れなんかも行って、組み上げたガンダムなんですが、汚しをするときにはね、どういうふうに汚れがつくのかなとか、どういうところに傷がつくのかなっていうのは、やっぱり組み上がった状態から想像してもらう、そして実際に塗装するときなんかも組み上がった状態で塗装してもらった方がいいわけです。こちらっていうのは汚し塗装するときに使う、専用の塗料になります。リアルタッチマーカーっていうのもセットが出てるんですが、こういったものを使って実際にやっていきましょう。で、こちらの方がリアルタッチブラウン、要は茶色ですね。で、ガンダムの場合宇宙だけじゃなくて地上でも戦いますから、要は土で汚れる感じっていうのが足元なんかにあるんじゃないかなということを想像しながら、これで、ちょっと軽く地面に近いところを中心に塗装していきます。で、こういったね、段になっているところ、こういったところにも汚れがたまるので、実際に汚れを書き込んでいくわけです。で、ただ、このペンで書いただけですと、いかにもペンで書きましたっていう感じになるので、こちらぼかしペンっていうのがあるんです。このセットの中には。書き込んでもらったインクをこうやって薄めていく塗料なんですね。塗装した部分っていうのを上から少しずつなぞっていくようにして、いかにもペンで描いたっていうような跡をですね、これでぼかしていきます。で、これもね、やっぱりこのインクを溶かしていくので、このペン軸のところにインクがやっぱついてしまうんで、時々ティッシュなんかでこの汚れを落としながら作業してもらうといいと思います。ちょっと細い方の軸でやってますが、こちらの太い方で最終的にはぼかしてもらうといいと思います。このような形で足元の、要は土で汚れた雰囲気っていうのを表現したわけです。例えばシールドを、ここのところでやっぱり敵の攻撃を受けるわけですから、当然汚れだけじゃなくて傷もついてきます。実際に、ここのパーツにね、傷をつけていきます。カッターナイフより先端の鋭いこのデザインナイフっていうのがあるんですけども、こちらの方をね、1本持っていてもらうといいんです。こういった角のところっていうのはシールドをかなり乱暴に扱いますから、またちょっと欠けてきます。このエッジのところにちょっと軽くね、刃を当てるような形で細かく削ってもらうんです。で、これだけだとやっぱ分かりにくいので、シャープペンの芯を紙やすりの上でちょっと粉にします。削ってね、この削った粉を綿棒の先端でつけてもらいます。このような感じですね。で、それをパーツの表面にこすりつけてあげるんです。そうすると、今ちょっとえぐったところね、この辺っていうのが他の部分よりも黒ずんだ感じっていうのを表現することができるので、やっぱり弾が当たったりとか、はっきりとした傷っていうのもやっぱりついてくると思うわけです。そうしたところは、大きな傷をデザインナイフで入れてあげます。で、今、これがデザインナイフで入れた傷になるんですけども、ガンダムの場合、本物を僕も見たことはないですけれども、多分金属の上にシールドであれば赤で塗装してるわけですね。そうすると、ここの傷がついたところっていうのは、その塗装が剥げて下の金属が多分見えてきてるはずであれば、ガンダムマーカーのシルバー、これをこの塗料皿の上に出したシルバーのマーカーの塗料を、ここの今傷をつけたところに
爪楊枝を使って描くっていう感じですよね。で、この段階で終わらせちゃうとなんか、この傷の部分だけがとっても浮いて見えちゃうので、この傷の周りを中心に、上からこのシャーペンの芯の粉をこすりつけることで、少し黒ずんで全体に馴染んできます。弾が当たった後どうなるっていうのがやっぱり表現としては欲しくなるわけですよ。そうすると例えば、そうだな、この辺に当たったようにしようかな。こういったパーツの表面にこのシャーペンで構わないのでね、下書きしといてもらうとバランスが取れます。この弾の当たった場所っていうのを、ちょっとえぐっていきます。で、穴の中心から外に向かっていろんなものが飛び散った跡っていうのをカッターを使って傷をつけていくわけです。マーカーの、細書きをするときに使う先端の部分、この真ん中にちょっとインクをためるんですね。外に向かって塗料を伸ばしていくというか広げていきます。乾いた後で先ほどこちらと同じですね、シャーペンの削り粉をつけてダメージっていうのを表現できるわけです。特にこの周りのね、白い部分っていうのは汚しの塗装の演出としては一番はっきりと出るところになりますから、こういったところを中心に、比べてもらうと、使用前使用後みたいな形で、かなり使い込まれた感じっていうのは、見ていただけるんではないかと思います。こういった汚しであったりとか、ダメージをつけていくとあなただけのガンプラ間違いなく、作り上げることができるはずです。そして作り上げたものっていうのをぜひね、またこれからの、コンテストですとかいろんな形で皆さんの作品を、みんないろんな方に見てもらう機会ってあるはずですので、もちろんね、投稿なんかで、応募いただいているものも実際にウェブの方でも掲載されてますけども、そういう形で見てもらうときにはこういったいろんな自分なりのこだわりどころ、ここのところをちょっと意識してもらうといいんじゃないかなというふうに思います。